最近思ったことなんだけどね、サンデープロジェクト日曜日見てたのね、あの新助さんが朝さ、田原総一郎さんとことさやってるあのニュースって報道系の番組でね、途中から見たんだけど、なんかものすげえ新しいガソリンっていうかアルコール燃料みたいなのができて、それがこうちょっと曖昧なんだけど、今の普通のガソリン車でも使えるんだか、ちょっと加工するだけで使えるんだかで、しかもそのレーサー、テストレーサーみたいな人じゃないですか、車の性能を試す人が乗っても、低速回転は今までのガソリンと一緒で、高速回転は今までのガソリンよりも速いっていうか、よく回るっていう新機軸のガソリンがあって、それをなんかベンチャービジネスの3人ぐらいで始めた会社の人が、海外で生成して日本に持ってくるみたいなことを始めたんだって。でいて、あの、今ガソリンスタンドに値下げ合戦で潰れちゃってるところがあるじゃない。でそういうところを借りて、で、そういうところと契約して、日本で何店舗かにそれを出してて、で、それに関するドキュメンタリーっていうか、そのニュースやってて、値段が確か今のガソリンと同じぐらいで、今ディーゼルエンジンとか問題になってるじゃないですか。あれにも使えるらしいんですよ、なんか。ディーゼルカーの代用エネルギーにもなるみたいな、代用エネルギーみたいにもなるっていう、いいことずくめらしいんだけど、やっぱり、日本でいっぱい売るには貯蔵タンクが必要じゃないですか。ね、そうじゃないとほら、タンカーで持ってきて、もう置いとく分がないから、みんなほら、社員も3人しかいないから、手でこうやってお椀を作って上にやっといて、もうそんな量でもないし、ね、何もできないしね、それをやってる間ボタボタ垂れるしっていうんで、その貯蔵タンクみたいなのを探してるんだけど、やっぱり、それはどこが圧力をかけてるのか知らないんだけれども、空いてるタンクはあるけれども、貸したら大変なことになるみたいなので、だってガソリン業界にとっちゃたまんないでしょ、だってそんなん出てこられたら。で、貸してくれないって困ってるみたいな話をしてるのね。で、現に、通っていうか知ってる、まあ、で、そうかそうそう、公害が何分の1っていう、えらく少ないっていうんで、いいとこづくめなのよ、それが。だから、エコロジー考える人も、それから逆に単に車の性能を考える人も、なんかそこのガソリンをもう、ガソリンが、アルコール、なんとかって名前ついてるか、そのアルコール燃料を待ちに待ってて、さらにはそんなかんなしてるうちに、さらにその新型ができて、それはすごい純度の高いアルコールで、しかも、そういう圧力とかなくなってお金が儲かれば、海外に、例えばトウモロコシ畑みたいのを作って、植物から作るアルコールで全く同じものが作れるから、石油が枯れても大丈夫っていう。それ、鉱脈資源がなくなっても大丈夫みたいな、そのガソリンの代わりの燃料なんだって。でね、そのガソリンスタンドでも入荷すると売り切れちゃうんで、ない間、最高で1週間以上空っぽなんだって。要するに次のタンカーが来るまで空っぽで困ってるみたいな話をやってて。で、結構、横浜かなんかの市バスで使ってみようかと。なんかそのディーゼルの触媒装置の綺麗に空気をするやつだと、をつけるのよりも絶対将来的に見て安いから使おうって言ってるんだけど、問題はガソリンじゃないんで、ガソリン税がかからないらしいんですよ。で、それはちょっといいことに聞こえるんだけど、要は代わりの税金をかけなきゃならないじゃないですか。そうしないと、だってガソリンが例えば滅びたら、だって税収がなくなっちゃうから、多分専用の税金が出るわけじゃないですか。燃料税みたいなできるんだけど、その燃料税を、ガソリンを保護するためにはガソリンより高くなるように相当かけなきゃいけなくて、で、ガソリンと全く同等にかけると全然ガソリンより高くなるから、それは、こう、その、成り立たないし、逆に、エコロジーのことを考えて、エコロジー減税みたいのがあれば、その、ガソリンと全然、ガソリンより良くて同じ値段もしか少し安い値段でできるみたいな、やつをやってて、で、俺も見てて、あ、だったらどんどん普及すればいいのに、と思ったし、司会の、その、島田紳助さんとかも、その、いっぱいその、何、また横浜にさ、結構男らしい議員の人とかがいてさ、その、おそらく自分たちの派閥で言うと、その石油会社とすごく大きなパイプがあるから、これを進めることはプラスには自分にはならないんだけれども、やってみたいみたいなこと言ってる人とかもいて、あ、この人言ってることは正しいな、いいなと思ったんだけど、やっぱさすが田原総一郎って感じで、田原総一郎は、だけど、ガソリン会社はガソリン会社で、さらに次の水素燃料とか、からもしくは電動車のそのチャージステーションとか、新しいものにいっぱい開発費を投じて、ガソリンがなくなったらそっち側に頑張って乗り換えなきゃっていう努力をしてるのを、それよりはまだちょっと高くて、それよりは、公害がまだ出る。ちょっとは、ちょっとだけ、だけど出る。それが全部接近してしまって、もしガソリン会社の経営が行き詰まると、
その未来の方のものはできないから、ちょっと慎重な考え方も必要なのではないだろうかみたいなの見て、うわ、すげえ、なんか大人の話してんな。便利なものは手に入るっていう感覚ってあるじゃない。便利なものができてみんなが欲しかったら売りゃいいじゃんっていう、いう感じするじゃないですか。あ、そういうことだけじゃねえなと思ってさ、俺もやっぱ大人になったんだよ、それを見て。で考えてみたら、どこでもドア、真面目な話してますよ、僕ちゃんと。どこでもドアが、おそらく僕の予想では、出ますよ。近い将来。誰か発明すると思うんですよ。ね。発明されても、売らない気がする。売れない気がする。どこでもドアがもし発明されて、で、俺のが変えて、例えばこれが5億円って言っても買う人いると思うんですよ。だって移動とか全部タダだから。だから、元取れるじゃないですか、どこでもドア。だけど、考えたら、どこでもドアが世の中に出現することで、世の中のシステムが全て変わるから、その波及効果を考えると、絶対大手は潰しに来るよね、絶対ね。例えばね、もう東京の地下とか激下がりだと思いますよ。だって、どこにいようが1から0、会社のドアトゥードアで0秒なわけだから、変な話、気候的な条件とかさえ合えば、例えば静岡とかにいても、全然問題ないから、駅から何分って売り文句ってゼロじゃないですか。だからそうすると、例えば、温泉もあるしみたいな。で、気候は温暖だしっていうところに家持ってればいいでしょ？で、それ以外にも、流通業界とかの人たち、多分飛行機とか廃止されるでしょ。車とかも、趣味で乗るものになるでしょ。要するに車っていう文化が好きだから乗るっていうだけで、下手すりゃ道路も、歩きたいっていう意識さえなければ いらなくなるでしょう。っていうかドアがいらないでしょ。全くドアの何にもない、要するに廊下とかもいらないの。だからドアも階段もなくて、地上50階ターンに、まあ、その避難経路とか別として、ただ単にそういう、その箱みたいな家があれば、そこの人はどこでもドアで出てけばいいわけだから、全くそういう建材とかいらなくなるでしょ。だからなんかドラえもんとかだと、すごい普及するけど、あれできてもダメだよね。だって、もっと言えば、世界旅行とか、密輸とか何でもできんじゃん、別に。そうやってなってくると、税関っていうのは全く機能しなくなるし、さらには、のび太くんとか、ジャングルとか、言うじゃんか。ジャングル行ってそこに、プロトウイルスって言うんだけど、エボラ出血熱みたいな、今までは人が入らなかったから誰もかからなかったけど、もうそこで見っかっちゃったら、ブワーッと広がるようなやつが、出てくるわけですよ。マヌケラのび太くんの使い方で静香ちゃんとかバカエッチじゃないんですよ。バカって言ったら、体中が違うまたのび太くんはってわけにはいかないでしょ。そうなってくると、どこでもドア一個あるだけで、今までの、生きてくなんていうのかな、給料とかも全部成り立たないでしょ。だから今日はファックスで、どこでもドアがもしできた時に、何が起こるかっていうの、もう大人だから俺は。もう大人だからそういうのちゃんと考えないとダメなんですよ。みんなはまだまだ子供だから、ああ、どこでもドアができれば便利だな。ね。いつでも静香ちゃんの乳首のトップが拝めますと。そういうこと思ってると思いますよ。絶対思ってますよ。スネ夫が自慢している海外の別荘にいきなり現れて、スネ夫を悔しがらせよう。こんなことを思ってると思うんですよ。でも、大人になって考えてみると、どこでもドアがあったら、これとこれがこうなるっていうのあると思うんですよ。だってな、家に気軽にな、給食で残ったな、プリンスメロンとかほっとくだろ？日本に置いとく分には、そこには商業バイトしか来ないけど、たまたま、そんなもん置いたまま、ちょっと、地中海になった、地中海見栄えとかが開けた時にこう入ってきて、大繁殖したりするんですよ、これ。それから、これみんな危機ですよ。これもしかしたらぶち抜きでやってもいい感じですよ。僕の考えはぶち抜きで全部やってもいい感じです。今日ファックスで、もしどこでもドアができたらこんなことが起こるっていう、そういうことをこう、やっぱり我々考えて、まとめて、今作ってる会社に持ってかなきゃダメなんですよ。どこが作ってるのかわかりません。多分ね、料理とかほら、ドアマンとか作ってるから、あれ多分、どっちが作ってんだろう。電気系が作ってんのかな。ドア系が作ってんのかな、おい。その辺に持ってって、みんなで、警鐘を鳴らせないといけないんですよ。
で、日本だけじゃダメですよ。船井とかも結構作ってると思うよ。船井とかサムソンとかもきっと作ってるでしょうから、そういうところにこれだけのことを考えてクリアしてからじゃなきゃいけませんっていうのを、我々は、その、どこでもドア対策本部としてね、考えなきゃいけないんですよ。便利イコール幸せでもなければ、必要イコール手に入るということでもないということをまた考えないといけない。東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 番までお待ちしております。もう早くもファックス来ました。埼玉県入間郡のペンネーム大村彩子。これね、ハマスタのリリーフカーがいらなくなってしまうんですよ。ブルペンからガチャって出てくればいいわけですから、これ困っちゃうのはリリーフで、ワイズシンクとか歌う暇とかないですよ。もう、ちょろっと森が動いたらもういますからね、そこにね。もう森がちょっと動いただけで矢野がもうそこにいますから、これそうするとリリーフカー運転してるお姉ちゃんとかも、全然いらなくなっちゃいますんで、これどこでもドア、一応リリーフカー、日本、全日本リリーフカー組合のね、全理層の方でも、これちょっと抗議しないと、どんどんリリーフカー需要もなくなっていきますよね、これね。あとですね、すごいみんな詳しいね。新しい燃料の名前は、ペンネーム不思議石さんから、ガイアックスというのが、ガイアックスっていうのがガソリン車で、ジェネシスというのはディーゼル車と。ジェネシスは軽量よりちょっと高いと。で、ガイアックスはどうも税金で、ガソリンと同じ値段になりそうな、雲行きだそうです。どちらもアルコールが成分です。なんかでもちょっと俺、また、ほら、無駄な感動やだからさ、なぁ、週刊ストーリーランドで泣いたら怖いもんなんかねえやな。もうそういう意味では、それで結構感動しちゃったんですけどね。あと、イカの塩辛のレシピを送ってくれた方もたくさんいます。ねペンネームスローカーブさん、あ、ペンネーム、ペンネームですね、パワフル藤田さんからですね、通りすがりの女の人のスカートにつけて、耳にイカができるというギャグはいかがでしょうかっていう、イカだけにいかがでしょうかっていう、多分つもりじゃなくて書いてると思うんですよ。そこを強調されると恥ずかしいかなっていうことでですね、無理やり5尻ほど送っています。イカはもう大丈夫です。いいですけど、どこでもドア問題なんですよ。イカなんぞ、どこでもドアがあればいくらでも取れんだから、魚探でどの辺にいるって言ったら、ザッバーって部屋の中にイカがムワーっと入ってくるわけですから、ね、どこでもドア問題の方をバックしていただきたいと思います。あんまりファックス読めなくてごめんなさい。あんまりとか全然読めなくてごめんなさい。どこでもドア計画撲滅本部にいっぱい来てますけども、八千代市のペンネーム紅茶マニア、どこでもドアができたらいつでもトイレに行けるというわけだから、うんこを漏らすという文化がなくなってしまいます。野草は文化だと石田純一さんも言ってましたよ。それがもう全くなくなりますから、もうすごいもったいないですよね。それから木本敏夫から、ヨネスケ九州。ヨシヨネスケいきなり、ニュートサモジ、シャモジがドアから顔を出しですよ。そこヨネスケ来ますからね。それからですね、東京都宅の急行アルプス、信濃大町行き。どこでもドアができたら、確かドラえもん本編でもどこでもドアができたおかげで銀河鉄道がなくなったという話がありました。ということは鉄道がなくなりますよ。厚生の渡辺さん、いいんですか？俺別にいいですよ。ねえ。それからですね、ですね、これも、八王子ペンネーム曲げ曲げ、うんこパンツがこの世からなくなるっていう。だから適当に開けてポーンって投げてバタンって閉めちゃいますから。ペンネーム、サロの惑星。松本零士の漫画、4コマ漫画にっていう。メーテル来てガチャッと開けてネジにされて終わりだよ。それはもうすぐに、夢もかけらもねえよ。ペンネーム、リリジンかな。アムロがどこでもドアを使うことによって、シャアより先にララーに会えることによって悲しまなくてよくなる。漫画と一緒にするな！俺の言ってるのは真面目な話なんだよ！あ、ここまで。